はい、ということでまさコーチです。ブリッコです。ブリッコです。はい、さあミューリーナですけどね、はい、やってまいりましょうね。ね、今日は技術動画です。はい、今日はピッシュテイっていう技をやっていきたいと思います。はい、でピッシュテイっていうのは、スロバキアの選手、張本くんが戦ったで、ちょっとイライラさせた試合ありますよね。結構独特なプレイヤーで、まあ、すごくなんか衝撃を与えた、で僕大好きなんですけども、ピッシュテイっていう人が多用している、すごくたくさん使ってた技があったんです。ピッシュテイ選手しかやってないように見えたので、私この技に名前を付けたんです。名付けてピッシュテイ、ピッシュテイです。まずそのピッシュテイのやり方です。バックハンドのリフトみたいな打ち方なんですけど、これをピッシュテイで使っていきます。まずボールの頂点を当てること、なるべく高いところを当てることです。2つ目にヘッドを下に下げてください。いいですか。でこういう形です。こうじゃないです、こうじゃないです、こうです。で3つ目が肩の回旋です。いいですか。こうです、こういう動きです。いいですか。こうとかこうとか、こういう動きじゃなくてこうです。いいですか。こうです。肩の回旋を使ってこう脇をこうブギウギですね、ブギウギスタイルで、ブギウギピシュテ、ピシュテブギウギ、ピシュテブギウギ、ピシュテピシュテブギウギ、ピシュ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 テブギウギ、ピシュテ。一つ目が頂点で打つこと、二つ目がヘッドを下に向けること、三つ目が肩の回旋。これでピシュテの完成です。皆さんぜひ使ってくださいね。それでは動画をどうぞ。